お、これはですね、坂井正人さんのライトとは逆になってんですね。メインが右、アクセントが左。坂井さんはメインが左で、サブが右になってましたね。なので、遠くから見ると、対をなすような表現になっていると。これが右メインのライト。右メインのライトと、左メインのライト。なので、これを挟み込むことによってですね、このまるで神社の狛犬のような表現が空間でされているという素晴らしい広告ですね。